山添拓君日本共産党の山添拓です。今日、他の議員の皆さんからも質問がされております。けれども、私からも、伊方原発三号機について質問をいたします。一月十七日に、広島高裁が、えー、四国電力伊方原発三号機の運転差し止めを認める決定を下しました。福島事故の後、裁判所による運転差し止めの判断は五件目です。高裁段階では二件目で、二件とも伊方の三号機です。今回の決定は。 住民側が主張しました、福島事故のような過酷事故は絶対起こさないという意味での高度な安全性を要求すべきである、その理念は尊重すべきだとしております。その上で、具体的な危険性の判断にあたっては、ある問題について、専門家の間で見解が対立している場合には、支配的、通説的な見解であるという理由で、保守的でない設定となる見解を安易に採用することがあってはならないと指摘しました。 委員長に伺いますが、原発に求められる安全性についての、こうした考え方についてどうお考えでしょうか。福田委員長お答えをいたします。原子力発電所の安全性を考える上では、やはり、えー、純粋に科学的技術的な見地からあ、マジョリティの、やはり専門家間での相手が、 の中ででのの通説ととととなってていいるるる広く認められる見解ううものににすすことが重要であるというふうに考えておりますであの原子力の安全については、リスクは決してゼロにはなりません、でこの認識のもとに、まあ、継続的に取り組むことが重要でありますけれども、まあ、原子力利用の安全が確実に担保されるように、今後とも研究であるとか、海外の事例であるとか、さまざまなものに目を配っていくということが重要であるというふうに考えております。 山添拓君通説だけに依をしていれば、最新の地形を反映させるということはなかなかできないと思うんですね、そしてその、その結果が、あの東日本大震災の福島原発事故でもあったわけです、さまざまな批判があり、指摘があったにもかかわらず、それを無視してきた、その結果があの事故だったということの反省が、私にはちょっと感じられないように今、お見受けしましまたた交ののの決定は地震とと火山の両面で規制委員会の判断に問題がありといたしました。 で地震に関する四国電力の主張が退けられたのは今回初めてです。伊方原発の近くに活断層がある可能性が否定できないにもかかわらず、調査が不十分だとしたものです。原発の敷地,に敷地内に活断層がある場合、その上に原子炉などの重要施設を設置することはできません。一方で、新規制基準の下では、震源が敷地に極めて近い場合、この場合にも、 地震度の評価を行うこととされましたその上で規制庁に2点伺います、えー、この極めて近いというのは、どのぐらいの距離を言うのか、また極めて近い震源、活断層について、その地震度を評価すべきとされた理由はな、えー、お答え申し上げます、えっとま。サイトによりまして、この震源からの距離に、えー、応じた地震度の特性があ変わってくるということになります。 えー、どうその震源が敷地に極めて近い場合のこの距離のお,、えー、お尋ねでございますけれども、えー、この規制基準におきましては、まあ、性能規定化をしているということで、まあ、具体的なあのどのぐらいの距離というのは、数値を定めていないということでございます、それからあの2点目でございますけれども、まあ、震源が敷地に極めて近い場合、まああ、この地震度評価におきまして、まあえー とまあ、基準上詳細な検討を求めるというのはあのそのとおりでございますがその理由につきましてはまず震源ごくまあ近傍の地震動に対しましては まあ震源のまあ破壊のまあ様式であるとか、まあ地下構造のまあ不均質性、こういったものがあまあより大きなあの影響を与える可能性があるということ、それからまあ内陸の近く内地震におきましては震源の極近傍の観測記録がまあこれは十分に得られていないということで、あの検証データが少ないというようなこともございます。まあこういったあのことを考えたいたしまして、まあ評価にまあ不確定性がまあ伴うであろうと、まあこういうことを考慮して。 まあ、あ評価をするということになったということでございます山添拓君。せっかくレコーしましたので、答えていただいてないんですが、あの敷地の近傍の震源による地震は、敷地の地表に、あるいは原子炉施設にどのような影響を与えるか、こう未解明な点もあるために、慎重に考慮すべきだと、まあ、こういう趣旨での改定なんだろうと思います。あの前段のののの距離ですけども2015年の1月に福島第一事故をを踏まえた震震源ごく近傍の地震動評価の高度化こういうい見解を 規制委員会としてもまとめられてると思いますその中では距離についてちゃんと定めているじゃないですか大村審議官 はい、あの今のご指摘の点でございますけれども、あのこれは、まあ、規制委員会の点なり判断ということではなくて、あのまあ、規制庁が行っておりますあの、えー、技術基盤グループが行っております、あの安全研究、えー、この中で、えーまあ、あの今、えー、ご指摘のように、ですねこの断層からこの2キロメートル程度、えーまあ、これの、まあ、近傍では、えーまああのま まあ全体のですね断層の破壊というものをですねそういう場合は、浅い部分の破壊も考慮する必要があるというようなことは、これは安全研究の一環としてまとめられるというものでございます山添拓君。そこで委員長に伺いますけれども、伊方原発については、この震源が敷地,地に極めて近い場合の地震動評価というのはなされているんでしょうか。福田委員長お答えをいたします、えー 伊方原発3号機に対する審査におきまして、震源が敷地に極めて近い場合の地震動評価というのは行っておりません。新規制基準の審査において、ご指摘の敷地近傍の地質境界断層としての中央構造線につきましては、まあ、海底震動測量による海底面の断層地形調査の結果から、 海底に中央構造線断層帯以外の変動地形が認められなかったこと、並びに敷地に近い湾内の海岸線近くまで実施した音波探査の結果から、敷地近傍には活断層が認められなかったことなどから、活断層ではないことを確認をしております。 また、伊方原子力発電所の基準地震動について、中央構造線断層帯は敷地の沖合約8キロメートルを通過しており、地震調査研究推進本部の中央構造線断層帯と九州側の別府羽山断層帯を連動させ、不確かさを十分に考慮して策定をしております。なお、設置変更許可後の平成29年12月に、地震調もうよろしいですか。はい 山添拓君、はい、あのだいぶ先回りして答弁いただいてるんですが、あのないということなんですね、してないと。政府の地震調査研究推進本部、今、委員長からの答弁にも出ましたけれども、2017年の12月、中央構造線断層帯の長期評価第2版を発表しました、これは近畿地方の混合山地から、えー、淡路島、四国の北部、えー、そして定田岬半島、伊予灘、別府湾、由布園に至る、まあ、長大な断層ですね。このの地震本部というのは年に 阪神・淡路大震災を受けて作られた地震防災対策特措法の下で、行政の施策に直結すべき地震に関する調査・研究、その責任体制を明らかにし、政府として一元的に推進するために設置をされた特別の機関です。地震本部が発表する長期評価は、活断層などによる地震を対象として、その規模や一定の期間内に発生する確率を予測したものです。ですからこれはいわば国を挙げての 地震予測というべきものですすす所管する文科省に伺います中央構造線断層帯の長期評価において、伊方原発の周辺の活断層の有無についてはどのように記載されていますか文部科学省、岡村審議官。お答えさせていただきます。ご質問の中央構造線断層帯の長期評価第2版でございます、における佐田岬半島沿岸の中央構造線に関する部分の記載でございますが、伊予灘内延、 佐田岬半島沿岸の中央構造線につきましては、現在までのところ、探査がなされていないため、活断層と認定されていない、今後、今後の詳細な調査が求められるとされております山添拓君。確認ですけれども、2017年12月の発表までに、佐田岬半島沿岸に活断層があるかどうかについての詳細な調査はなかったとこういうことですね。 当該部分につきましてはあの、地震調査委員会におきましては、学会ですとか民間あ等々に、えー、多大な情報がございますがあ、それに関しまして、地震調査委員会では事務局および有識者が会議において必要と思われる情報を紹介し、議論をするという形式を取ってございます。えー そういうあのおお事実関係に基づいた議論をしてございます、以上でございます。山添拓君事実関係に基づいた調査の上で、このような記述になっているわけです。重ねて伺いますけど原発立地地域やその周辺では、事業者によって活断層調査が行われます、そのことは地震本部においても認識していますね岡村審議官。はい認識をしておりまます山添拓君2017年12月以降現在にに至るまでに この活断層の有無について、新たな知見が得られたと、こういう情報はありますか岡村審議官、えー、新たな評価を変えるまでのです、ねえーえー、技術的知見というものが集まっているという状況ではないというふうに理解をしております山添拓君。 地震本部では、沿岸海域における活断層調査として、資料にお配りしました3ページですが、さまざまな調査観測項目を挙げています。海底地形の調査、海底音波探査、あるいは海底堆積物調査などが挙げられております。特にこの海底堆積物調査に関わっては、活動度、活断層か否かの判断を含めて、活動度や活動履歴を把握することを目的とし、 また、その調査方法としては、ボーリングやコアリング等によって堆積物を採取して。年代測定を実施することも、挙げられております。規制委員長に伺います。四国電力は。佐田先半島沿岸の海底ボーリング調査は行っていますか。更田委員長。えー、行っているとは承知しておりません。はい、山添拓君。要するに行ってないわけですね。あの、先ほどの。委員長の答弁の中では。 規制委員会として、2018年の2月と4月、技術情報検討会で、この長期評価の第2版を議題とした。しかし、議題としたけれども、設置強化時の判断に、もそれは包含されていて、改めて取り上げるものはないと、こういう答弁であったかと思います。では、伺いますけれども、その2018年2月や4月の議論の際、定田岬半島沿岸、つまり伊方原発の敷地、勤傍を含む地域について、 活断層と認定されていない、今後の詳細な調査が認め求められる、こういうふうに記した長期評価の記載についても議論されたんでしょうか。福田委員長今、ご指摘のありました技術、えー、情報検討会におきましては、その中央構造線断層帯長期評価第2版。 さらには、その他の例えば文部科学省の重点調査研究等の報告も含めて、平成27年7月の設置変更許可の判断後の状況について取り上げて議論をしているところであります山添拓君。私が求めましたのは、具体的にこの定め先半島沿岸についてですね、 長期評価の中で、今後の詳細な調査が求められる、ですから活断層と認定されていないけれども、調査が必要なんだこういう記載,記,記載があることについて、具体的に議論がされたのかということです。福田委員長 え先ほどお答えしましたように、その技術評価検討会に関しては、海底評価の知見であるとか、それから先ほどの,あの重点調査研究について取り上げておりますけれども、具体的にこの中央構造線については、現在までのところ、探査がなされていないという具体的なところに関してのお検討を行っているものではないというふうに承知をしています山添拓君。そそれででははおかかしいじゃありませんかここのののの四国電力が設置許可を受けたのは2015年のことですその段階では 長期評価によって、活断層の有無,が有無についての記載というのはなかったわけですね。規制委員会が設置許可を、失礼、変更許可を出したその後に長期評価が出されているわけです。そうであれば、規制委員会としても長期評価が示した新たな知見について、検討する必要があるんじゃないですか。福田委員長 ご指摘の,その第2版の公表を受けて、基準地震動策定の評価に影響しないことについての確認に関しましては、現在、その後、四国電力から伊方原子力発電所の使用済み燃料鑑式貯蔵施設に関する申請がなされておりまして、その審査の中で議論が続いているところであります山添拓君。そうなりますと、規制委員会としても、活断層の有無について、まだはっきりしたことは言えないんだと、長期評価の知見については、その通りだということなんですね。 委員長その通りであるかどうかは別としまして、あの第2波における指摘があったことは事実ですので、これに対する説明を四国電力に求めているところであります。山添拓君。それでは委員長に伺いますけれども、長期評価の知見を踏まえて、意見を求めているということでした、伊方原発の敷地の近郊に活断層があるのかないのか、そのことについて、ボーリング調査などで改めて確認をさせるということが、少なくとも必要なんじゃないですか。 福委員長少なくとも現在、まだあ議論中でありますので、現時点におきまして、そのような判断に至っているわけではありません山添拓君。議論中というのはどういうことでしょうかつまり、あごお答えいただけるわけけた委員長<あ> <laughs> え。議論中、まさに議論中でありまして、これはあの先ほど申し上げました、使用済み燃料鑑識貯蔵施設にかかる申請の中で、その審査会合の中で議論をしているところであります。 山添拓君あのこれ、やっぱり調査は少なくとも命じるべきだと思うんですね、活断層がある可能性について、四国電力のこれまでの調査と、今回の地震本部の見解あの、地震本部だけではありません、地震本部以外にも、さまざまな学者からも指摘をされています、これ、活断層があるんじゃないかと、こういう指摘がされている、そのそれぞれの見解が異なっている状況なんですね。そして活断層があった場合にはこの 活断層の存在による不確かさを考慮した地震動評価を行うべきだというのが、新規制基準の考え方であるはずです。ですから、新規制基準を適用するかどうかの分かれ道に今、立っているわけです。こうした調査や観察記録の存在そのものについて、意見の対立がある場合には、記録があるのかないのか、その有無を徹底して検証し、ないなら新たに調査を行うべきじゃありませんか。福田委員長 いずれにしましても、純粋に科学的な技術,技術に判断を委ねるべきであるというふうに考えております山添卓君。いやいや、いずれにしましてもというか、今まだその判断をするに至る前提となる観測記録や結果がないわけですよね、だったら調査をするように命じればいいじゃない,い,い,ゃないですか。福田委員長 あのご指摘の第2版以外にも、文部科学省の重点研究ですとか、相異なる見解を示している調査結果というのは現時点でいくつもございます、従いまして、あくまで科学的な判断をして、必要であれば調査を命ずることにありますし、必要でなければ調査は命じないと、今はまさにその議論の過程であります山添拓君。では、その議論の経過ですね。例えば 2018年の2月や4月に、先ほど委員長がおっしゃった、検討したという技術情報検討会、その議論の状況について、開示をしていただけますか。福田委員長、えー、技術情報検討会というのは、あの最初、内部の検討会でありましたが、現在はあの私の指示に基づいて公開の会合になっています。でそそのののの議論を行ったところのお会合そのものは これはまだ公開になる前だったのかは、ちょっと今、記憶は不確かですけど、いずれにしましても、そのときの議論について開示をすることは可能だと思います山添拓君あの。開示をすることは可能だという答弁をいただきました。これ、新規制基準の下で、あの評価の対象とするべき地震か、そうでないかということを検討する重大な議論ですので、その議論の経過については、ぜひとも開示をいただきたい、この調査会が終わりましたら、それを改めて求めたいと思いますので、お願いいたします。 伊方原発の3号機ではあの、今年に入って、先ほど来指摘のありますように、重大インシデントを含む多くの事象が連続して発生をしております。特に、伊方原発で1月12日に発生した制御棒の異常は、あの私も深刻だと考えます燃料。核燃料の核分裂反応を抑えるための制御棒、48対のうち1対が原子炉から引き抜かれ、監視カメラで作業員が気づき、 原子炉に戻したたののは7時間後のこととだったと言います制御棒が誤って引き抜かれるという事態は、あの福島第一などの沸騰水型の原子炉で頻発をし、また隠蔽もされてきました。一方で、伊方原発のような加圧水型では、制御棒は上から差し込まれる、したがって重力によってあの下に落ちるために引き抜けは起きないだろうとされてきました。ですからあの、今回のインシデントがあの意図しない挙動だったと。 またその原因の判明には時間がかかるとおっしゃっているのもうなずけることだろうと思いますし、委員長が会見の中で前例のない問題だと、こうお話しされているぐらいに重大なものだと思います。委員長に伺いますけれども、あの少なくともこれ、原因を究明して対策を講じる水平展開も含めてです、ね、それまでこの再稼働というのは難しいですね、認められないということでよろしいですね。福田委員長 本件は確かにその前例のなかなかないものであります。というのはこれ、停止中に圧力容器の蓋を開けて、上部構造物を吊り上げてきたときに、先ほども申し上げたように制御棒がついてきた、でなかなかこれ、ラチェット構造になってますけど、ラチェット構造、これ、一旦外れると痕跡を残すわけではありませんので、原因をおーあの特定するというのはなかなか難しいことだと思ってます。一方でこの 上部構造物を吊り上げて切り離すときに整備予防がついてくるということと、運転中に整備予防が意図しない挙動を示すというのは全く別物でありますので、これを稼働とつなげるのは、いささか技術的に無理があるというふうに考えております山添拓君。いやいや、あの意図しない挙動が定期点検中であれですね、起こっていること自体が、そしてその原因や理由が判明できない状況にあること自体が、やはり深刻だと思うんですね。 でそれについての認識としては、うん、これ、運転とは関係ないと言われてもです、ね、多くの方はなかなか納得し難いところではないかと思います。いや今日も与野党問わず、多くの,あの委員の皆さんからこの問題、指摘がありました。本来、私は、こうした重大インシデントについては、当調査会で逐一報告を受ける必要があると考えます。あの理事会でもその旨、指摘をいたしましたが、それについては実現していただけませんでした。このの調査会というのは 2012年の7月にまとめられた国会事故調で、国民の健康と安全を守るために、規制当局を監視する目的で、国会に原子力にかかる問題に関する常設の委員会等を設置する、こういう提言がされたのを受けて設置されています。ところが、昨年は原子力問題の質疑が1回しか行われず、インシデントがあっても報告すら受けない、これでは規制当局を監視する役割を十分果たしているとは言えないと思います。 あのこうした事態が起きた場合にはです、ね、当調査会が報告を受けることができるように、えー、取り計らいを求めたいと思います、会長、お願いします本件につきましては、後刻理事会で協議いたしますあ山添拓君あのそもそも伊方原発というのは、テロ対策施設、特殊施設の建設も遅れております。規制委員会は5年の猶予を設けましたが、その猶予期限が来年3月22日に迫っています。 規制委員会はさらなる猶予は認めない決定しておりますけれども、それは今も変わりありませんね、委員長。福田委員長変わりはございません。山添拓君。ですからもう、当面ですね、これ、運転はできない状況です。四国電力もそのことをまあ考慮に入れた上でということなのでしょうが、広島高裁の決定に対して、異議申し立てができない事態に追い込まれています。こうした感化しがたたがい課題を 複数抱えたまま再稼働ありきで進むのは、これは政治の責任でやめさせるべきだと訴えたいと思います。制御棒のトラブルで予定より遅れましたが、1月14日、3号機から使用済みのプルトニウムウラン混合酸化物、モックス燃料が取り出されました。資料の6ページ、7ページに記事を載せております。国内の原発で営業運転に使われたモックス燃料が原子炉から取り出されたのは、今回が初めてです。四国電力は、 使用済みモックス燃料16対について当面の間貯蔵プールに移すとしています議選会に伺いますけれども委員長に伺いますが今後これを別の場所へ移すというような計画はあるんでしょうか福田委員長お答えをいたしますあの使用済み燃料プールからどこかへ移すという計画についてはあ承知をしておりません現在のまでのところ 山添拓君これ、記事にありますように、15年ほど冷却すれば運び出せる通常のウラン燃料とは異なって、モックス燃料は放射線が強く発熱量が大きいと、ウラン燃料と同レベルまで貯蔵プールで冷却するには、100年以上必要とされるけれども、プールの耐用年数は50年から60年なのだと、冷却し続けることすらままならないが、別の行き場所もないと、これまさにトイレなきマンションだということだと思いますが、規制委員長、 これで本当にこのままモックス燃料による稼働を続けるのですか福田委員長。モックス燃料による稼働を続けるかどうかは、私たちの所管するところではありません。動かす、動かさないは私たちが決めることではありません。まずそのことをお答えいたします。それから使用済みモックス燃料の冷却ですけれども、燃料プールの中の冷却、この期間に関して。えー 15年、10年ないし15年と言われる、UO2 燃料に比べて長期間は有すると思いますけれども、あのモックス使用済み燃料モックス用の乾式貯蔵容器というのは設計が可能ですので、えーまあ、10, 10年、15年後には、一つの技術的可能性としては乾式貯蔵容器へ移すということは考えられると思います山添拓君。今おっしゃった乾式貯蔵容器、使用済みモックス燃料用のものって、今、できてますか。 塚田委員長現時点ではございません。山添拓君ですから、ないんですよ、この使用済みモックス燃料については、現時点では少なくとも行き場がない、そのまま止め置くしかないという状況で、これがまあずっと続いていくということが、少なくとも当面ですね、予定をされていると、私はです、ね、こういう状況のままで稼働を続けていくというのは、あのやっぱりこれ、やらせてはいけないことだろうと思います。これあまりにも 将来世代に対して責任が取れない、まあ、現役世代、現在の世代に対してもそうですが、あの大問題だと思います。広島高裁の決定は、火山噴火による影響の評価についても、四国電力の想定が過小であり、これを認めた規制委員会の判断は誤りだとしました。また、地理的な関係から実効性のある周辺住民の避難計画の立案が困難であるということも、これ、ルル指摘をされております。 こうした点も含めて、再稼働は断念すべきだということを最後に強調いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。